同じ甲子園優勝投手として常に気にかけてましたね。すごくその言葉は今でも大事に思ってます。皆さんこんにちは、まつたかチャンネル始まりました。今回のゲストはこの方に来ていただきました、斉藤佑樹さんです。ありがとうございます。失礼します。出られるの楽しみにしてました。いや緊張するな。ありがたいですね。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。お二人が初めて出会った時の印象覚えてらっしゃいますか？はい、覚えてますね。ものすごく静かでした。そうでした、はい、いや本当にそうでした。だってもう初めて見る松坂大輔さん緊張しないわけないじゃないですか。話してくれるのかなみたいな感じだったので、僕はだからお会いした時に最初思った印象としては体がすごく大きいなっていう印象でした。もうですごく優しくてこうフレンドリーに話していただいたので嬉しかったなという印象でしたね。僕もどっちかというとどんどん自分から話しかけるタイプじゃなかったので、どういう話したら喋ってくれるかなとか思いながらなんか自分の中でいろいろこうですね、こういうことだったら話してくれるのかなって思いながらいろいろ考えながら話しかけてたのを覚えてます。すみません、そんなことを考えさせてしまって。すみません、ありがとうございます。ちなみに、その野球選手としてのお互いの印象というのを伺ってもいいですか？高校時代から、斉藤佑樹といえば、コントロールのイメージですかね。あと、頭がいいという感じですかね。ピッチングを見てて、そういう印象ですね。はい。斉藤さんは？僕は小学校4年生の時に初めてテレビ越しに見て、うわ、すごいなって思いながら、松坂大輔さんっていう、 こうピッチャーになりたいなっていう思いがあったので、スライダーは速いし速くすごく曲がるし、でフォーシームめちゃくちゃ速いし伸びるし、でスタミナもあるし、プロ野球選手になられてからも本当にいろんなボールを操っていたので、こんな完璧な方がいるんだっていう印象でした、はい、聞いてても本当に嬉しいんですけどちょっと恥ずかしくない。今回はプロ野球スピリッツエースとのタイアップ企画となっております。8月18日からプロスピに夏のヒーローセレクションというスカウトが登場予定です。今回お二人には夏のヒーローセレクションに登場する選手たちの発表をお願いしたいと思います。ということなんですが、ちなみにお二人はプロスピをプレイされたことはありますか？僕は少し、はい、あります。すみません、僕はないです。普段本当にこうパワープロとかどっちか そっちをプレイすることが多いので、パワープロはよくしてました、はい、プロスピで言ったら周り そのロッカーで選手たちはやってましたね、うん、ですごい声張り上げて、そんな盛り上がるみたいなのはありましたけど、はい、夏のヒーローセレクションですが、西武ライオンズからは松坂さん、そして日本ハムファイターズからは斉藤さんが選出されています。お二人以外にも各球団を代表してこちらの選手の方々が選出されているということなんで、ちょっとフリップをご用意したんでご紹介いただけますでしょうか？はい、はい、巨人桑田真澄さん、中日坂東英二さん、広島石原良幸さん、なんかドラフトなんか本当なんか読んでる感じですね。ヤクルト荒木大輔さん、 DeNA 筒香嘉智さん、阪神藤川球児さん、楽天田中将大さん、にちゃん斉藤佑樹さん、西武松坂大輔、オリックス吉岡雄二さん、ロッテ中村翔吾さん、ソフトバンク今宮健太さん。12人の選手発表していただきましたが、こちらの選手の皆さんの中で一番交流が深い選手はどなたになりますでしょうか？僕はもう藤川球児君ですね、うんうん、はい、同じ同年代、プロ入りも同じ年でしたし、オフに時間が合えばゴルフしたり食事に行ったりすることもありましたし、お互いメジャーに行ってお互いその球場で会うこともありましたし、連絡は結構ちょこちょこ通ってますね、はい、逆に斉藤さんはいかがですか？交流が深かった選手は荒木大輔さんですかね。高校の先輩なので、あとはファイターズ時代にコーチと選手っていう関係でもあったので、さらにもっと上には王貞治大先輩がいるので、なんかその掃除といえばそうですね、はい、その系譜というか、はい、
僕はもう荒木大輔さんから名前もいただいてるんで、はい、そうですね、はい、まあ、筒香選手はまあ高校の後輩ですし、そうですね、今宮選手も一緒にやられて、一緒にホークスで、はい、ね、吉岡さんにはよく打たれたな、あ、そうなんですか、苦手なバッターの一人だったんです、へー、なんかタイミング合っちゃう、あ、そうなんですか、でそこでなんか投げるのがちょっと結構嫌だなって思ってたバッターの一人なんですよね。中村翔選手は大学の後輩ですし、まあ、打たれもしましたしね、うん、マー君は言わずもがなと思うんですけど、まあ、僕らは、ね、どうしてもあの田中投手から見るとどうしてもあの高校時代の対決とか、ね、対戦を思い出しちゃいますけどね、はい、藤川球児選手に対する思いというところをちょっと伺いましたけれども、はい、改めてその藤川球児選手について伺いたいんですが、はい、あの僕らの世代はみんなでこう意識し合ってみんなで頑張ろうと思ってやっていたとは思いますね、はい、僕にはないあのストレートを投げるピッチャーだったので、うん、ストレート自分僕も投げたいなと思いながら見てましたね。斉藤さんからご覧になって藤川球児投手、まあ、どんな印象というか当時の活躍どういうふうにご覧になってましたか。はい、やっぱりフォーシームのそのホップ成分とかがやっぱりすごかったですよね。藤川さんが現役でやられた時ってあんまりそのデータでとかはなかったと思うんですけど、今そのデータを測ったら相当すごい数値が出てくるんだろうなっていうのは容易に想像できるので、あの頃をなんかこうなんていうんでしょう、いろいろなこうデータで紐解いていったらすごく面白いだろうなと思いますね。本当あの今年 あのオールスターゲームとかでもあの回転数とか出してましたけど、はい、ね、多分とんでもない数字が出たんじゃないかなって思うぐらいキレのいいストレートを、あのこう、まあ、ホップするようなストレートを投げるって言われても実際にそう見えるボールってなかなかないので、そういう意味では藤川投手は画面越しにこう見てても明らかにホップしてるなっていうのが分かる、うん、本当にあの、まあ、貴重な存在だったと思いますね。で続いてですが、桑田真澄さんについてちょっとお話を伺いたいんですが、お二人が桑田さんの凄さを一つ挙げるとするとどんなところになりますでしょうか。まあ、技術的なこともそうなんですけど、自分もそうこういろいろあの体を使ったことをこう研究するようになったので、桑田さんのそういう、姿勢っていうんですかね、あの 本当に野球と全く関係なさそうなところからあのこう投球フォームのヒントになるようなあのトレーニングとか動きを取り入れたりする研究熱心なというか、そういうところも好きでしたね。もちろんフォームとかも好きだったんですけど、考え方があの面白いななんてのをこう中学生とか高校生の時に思いながら見てましたね、はい、お会いした時に大輔さんの話をされていたことがあって、甲子園で優勝した投手 その後の定めみたいなことを教えていただいたんですけど、なんかやっぱり甲子園で優勝するといろんな注目も集まるしすごく大変だけど、でも頑張ってね、大輔とも大変だったからみたいな話をしていただいたんですよね。その伝え方がすごく優しくて、まあ、論理的でということを、まあ、僕はお会いした時に第一印象はすごい感じたので、やっぱその桑田さん自身が本当に、まあ、今話されたようにあのその甲子園の優勝投手でプロ入りしたピッチャーのことをすごくこう気にかけてる印象がありますね。はい、そういうお話を桑田さんとされたことあるんですか。あります、はい、優勝してそのプロ入りすることって、まあ、その経験者にしかわからない難しさっていうんですかね、まあ、でもこう優勝したことで注目されるのは、まあ、選手としてはありがたいことなので、そういうこともしっかりこう受け入れて自分のエネルギーにこう変えていくっていうんですかね。その思いを受け継いで斉藤由貴さんに松坂さんから何かこうメッセージとか、まあ、今改めて言うことではないですけど、同じ甲子園優勝投手として常に気にかけてましたね。僕は、まあ、初めてお会いした時にすごく印象に残ってるんですけど、僕その時ツーシームとかをよく投げてたんですよね。やっぱりフォーシームの大切さっていうのをすごく教えていただいて、ツーシームももちろん投げてもいいんだけど、そこにはそのかわそうとかいう気持ちじゃなくてちゃんとバッターに向かって投げ込むんだっていうことは大事にした方がいいよと、でそれは他の変化球もそうだしっていうことはあの教えていただいて、なんかそれはすごくあの総的勉強になったというか、やっぱり僕もツーシームを投げて、まあ、ゴロを打たせたいとかこうゲッツー取りたいとか、なんかすごくあの甘い気持ちでいたんですけど、その時大輔さんに
ツーシーム投げてもいいんだけど、やっぱりそれはちゃんとキャッチャーに向かって思いっきり投げるとか、手を抜かないっていうことは意識した方がいいよって言われて、すごくその言葉は今でも大事に思ってます。変化球とかツーシームってどうしてもそのかわすとか逃げるとかっていう、その周りからも言われるし、自分でもちょっとそうなのかなって思っちゃうところがある。そうすると気持ちの持ちようでボールの質が変わるって思ってたので、だからどのボール投げに対してもやっぱりその攻める気持ちを持ってじゃないですけど、そのは大事なんじゃないかっていうところじゃないですかね。時にはサインを無視してでもストレートで勝負すると。違いますね。今は藤川球児さん、菅田真澄さんのお話伺いました。こんなエピソードあったなっていうふうに思い出せるような選手っていらっしゃいますか？彼がバッターで言うと、僕が投げた時は2番とか9番とかを打っていたことがあって、なかなか三振しないなっていう印象だったんですよね。それでいてそのパンチ力がすごくあったので、すごく投げづらさがあったというか、まあ、簡単には三振してくれないし、でも甘いところ行ったらホームラン打たれるしみたいな印象はありましたね。それは中村選手も一緒で、まだルーキーとかの時は投げる場所があったっていう印象だったんですけど、本当3年目4年目とかになってきて、三振しないしホームラン打てるし打球速度もすごく上がってきて、嫌なバッターになってきたなっていう印象でしたね。松坂さんいかがですか？横浜高校の後輩で今、はい、須郷選手、はい、まあ、ドラゴンズに行った時対戦もありましたけど、まあ、4番バッターとしてのこう風格っていうんですかね、彼も入ってなかなかこうファームでは結果出るけど、上に行くと一軍に出るとね、なかなか成績が出ないという時期もありましたけど、そういう、こう苦しい時期も乗り越えて年々力をつけて、まあ、ドラゴンズにこう対戦した時には、まあ、日本代表するバッターに完全になっていましたね。インコースのこのギリギリをこう押し込む力ってすごくないですか？いい当たりされなくてもというか、都合選手はそのインコースのさばき方も上手なバッターだと思うので、荒木さんとよく喧嘩したな。あ、そうなんですか？まあ、喧嘩っていうか、まあ、ライオンズのピッチングコーチの時も、はい、ね、あったんで、はい、まあ、よく言い合いしていや、なんとなくそのイメージ僕も分かるんですよ。そんなこともできないのかお前ってよく言われてたんで、まあ、できないですねそれはって僕も思いながら、はいはいって言ってたんですけど、そんな感じじゃないですか。でもそういう意味では本当によく話したコーチとか、基本的にはもう当たり障りない会話だけして、はい、ローテーションの話とかするけど、荒木さんとかは結構トレーニング話とか、まあ、その自分のことじゃなくてそのチームの 話をしたりとか、結構話し合いましたねよく。坂東さん印象いかがですか？坂東さんは、本当ゆで卵のイメージ。本当すみません。こんなこと言ったら怒られちゃいますよね。すみません。でも、まあ、坂東さんといえばね、やっぱ脱三振のイメージがあるんで、はいはい、再現というか、されてるのがすごい楽しみですよね。どんなボールを投げるのか、プロスピの中で。はい。というわけで今回のゲストは斉藤由貴さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。次回の動画では夏のヒーローセレクションに選抜された選手を使用して、斉藤由貴さんとプロスピで対決します。次回の動画も楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。